民進党の連邦代表の日本国籍と台湾籍のいわゆる二重国籍問題で、市民団体愛国女性の集い花時計の岡牧子代表らが28日午後、国籍を選択する義務を怠り、参院選で虚偽の事実を公表したとする国籍法違反と公職選挙法違反の罪で、蓮舫氏に対する告発状を東京地検に提出することが分かった。この問題で蓮舫氏に対する告発が明らかになるのは初めて。告発状によると、蓮舫氏は17歳だった昭和60年1月に日本国籍を取得。国籍法に基づき、22歳になった平成元年11月28日までに日本国籍か台湾籍のいずれかを選択する義務があったにもかかわらず、選択の宣言をした今月7日まで怠った。また、16年7月の参院選、東京選挙区に立候補する際、国籍選択の義務を果たしていないにもかかわらず、選挙公報に、1985年台湾籍から来か、と記載して虚偽の事実を公表したとしている。岡代表らは告発状で、本来であればこの事実、蓮舫氏の二重国籍を知った有権者の投票による当選はなかった可能性が十分あり、当時の選挙管理委員会と有権者を欺いたと主張している。